俺はただ知りたいんだ、このイカれたゲームが何なのか。あんたこの世界に来た時のことを覚えてる？本当に誰も覚えてないんですけど、あれは一度ボーダーラインを越えたら戻られない。ゲームに参加するしかない。あんたたちは何者だ？俺たちはこの国の国民だよ。エフダのメンバーを全て倒すことができれば元の世界に帰れるかもしれない。みんなで一緒に楽しみましょう。全てのゲームが終わったら何が分かる？アリスはそんなに元の世界が楽しかった？今の私があるのはあの時の私が必死で生きたから。私は大切な人たちとこの国を出て行きたい。死に向かって突き進む命がある。この命に価値があるのかないのか。絶対帰ったれ。ここには希望なんてないのかも。分かったよ、やってやるよ。早くしないとみんなも危ないよ。みんな正常な精神状態が保てなくなってる。そんなに答えが重要？私には命の価値もその意義もわからない。こんなに長いんや、死ぬのを待つ時間って。来るぞ。アリス！ふざけ！ようこそ最後のゲーム会場へ。全てのゲームをクリアしたら元の世界に戻れるのか。真実が知りたきゃ俺と真剣勝負しろ。